さあやっていきましょうか。バイオハザード6、まあ、せっかくね動画開いていただいたんで、チャンネル登録グッドボタンを押してからスタートしていただけたら幸いです。画面結構頑張って明るくしてるつもりなんですけどね、なかなかちょっと明るくなってないですね。あ、雰囲気をぜひ感じ取っていただけたらと思います。まあ、ここのゲームの後半は、まあ、このゲームこのチャプターかの後半は明るいパートになっていくと思いますんでね、はい、しっぽりとやっていきましょう。なんかね、このチャプターのエンブレムは1個取り逃してるっぽいんですけど、どこだったっけかな。多分ここのお墓の中、お墓の中じゃねえや、お墓の裏かなんかにね隠れてるやつだったんじゃなかったかなと思ってね、はい。ジュラクシスティモス、親指に指輪って超絶邪魔くさいと思うんですけどねさてさて、あ、そんなこと言うんですよ。引き殺し、よくあるよね。なんか一つの違和感をこうやったらこう絶望的になるって、こんなもうオワコンな状況になったら間違いなくもうこの運転手の責任っていうところなんですけどね。さて始まる修羅場。いやーちょっとせっかくさゲームやってさ盛り上げていこうぜ、ヒャッフーフーってテンションで上げていこうぜ、せっかくチャンネル登録ボタンも押してもらったからさーっていうところなんだけど、いやなんかちょっとね最近ね自分でもよく自分の体がわからない状態になってて、うん、そんな状況の中でこんなゾンビたちの相手してグディ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 やってんじゃねえよっていう、ね、自分で自分に突っ込みたいところなんですけど、いや何かっていうとね、僕はちょっとね自分で言うのもこれあれなんですけど、打つかもしれないっていうので、まあ、入社して新しい会社に入社してから、まあ、結構もう経って、まあ、一人で頑張ったりもしてる状況ではあるんですけど、何かっていうとなんかね、なんか底知れぬ違和感っていうのが自分の体の中で起こってて、あの何もしてない状態なのにもかかわらず、なんかねずっとね胸がなんかこう締め付けられる、その恋しちゃったんだとかそんなんじゃない、まあまあこんなあのお話をベラ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 できてる時点で、いやお前うつちゃうやろって思うかもしれないけど、なんかね今までに感じたことのないそのなんか胸に対する違和感、それ痛いとかじゃないんですよ、なんかわかる、こう緊張が走ってるとかさ、なんかこうドキドキする、ドキドキってその悪い意味でのドキドキするする瞬間とか、だからあるいはあのミスした時に焦りを感じている瞬間とか、そういう時に起こるちょっとよろしくない胸のそのドキドキって言ったらいいのかな、まあ、結局ドキドキなんかいっていうとこなんですけど、それがねもうなんか年始くらいからずっと感じてて、そのなんか職場が嫌とかっていうことはもう一切なくて、むしろなんか今の職場天国なんじゃないかっていうくらい、あの100空気チェーっていう毎日を過ごさせていただいてるんで何ら問題はないんですけど、なんかこの得体の知れない違和感しんどさっていうところがちょっとかなりねずっとこう来てるので、なんならないかなっていうのがすっごいあって、この違和感、まあ、精神科医とかそこのあたりとか行った方がいいのかもしんないんだけどね、行った方がいいのかもしんないんだけど、いやーなかなか厳しいよね。そうだから普通に生活できるし普通に仕事できるし普通に家族と過ごすこともできるんだけど、こう呼吸をするたんびにその違和感がどれゲッこう来るたんびにねすごいね、なんらその肉体的な支障はないんだけどすっごいしんどいっていう状態だから、なんかちょっとこの辺りに関して、まあ、病院に行くべきっていうのは分かりつつも、なんか詳しい方がいればね、もうぜひ教えてくれたら嬉しいなってところですね。で誰がそんなうつ状態のやばいやつまあ動画なんか見るんだって、まあもう元々さあの冷静に考えたらさ、なんかオットジャさんとかさキヨさんとかさ
あのそこら辺のさ超有名なゲーマーの人たちがさ、ね、実況やってさ、いろんな人たちからコメントもらってとか評価もらってとかっていうのをやってたら、まあまあまあ多少はね、足超赤いんですよ、うん、さあ楽しいかもしれないけどさ、おー危ない、おー神回避、ねえ、いまだにこう安定したねえご視聴者さん、ご視聴者さんがねいるわけでもないし、ねえ一人で画面に向かってベラ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 ゲーム実況してるっていうのはね、はある意味病んでるよね。だってかねえ普通に友達とかさ家族とかさねえ喋って気軽に過ごすことができてた、そんなことやる必要がないんだもんね。まあ夜でベラベラなんか意味もなくテロ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 喋ってるのが好きなだけなんですけどね。そうそう、あなんかね僕なんか使う擬音語がおかしいっていう指摘を受けることが多くて、まあ今のテロ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 もまあまあおかしいのかなってなんか指摘されてからちょっと思うようになっちゃったんですけど、何かっていうと自己紹介を会社で結構したんですよ。最初に新入社員として全社員向けに発表とか、自分が所属している部署とか、まあ、それをに相通ずる部署とか、まあ、それから所属する支店とかでそれぞれでいろんな自己紹介を、まあまあ、内容は変わらないでほぼ一緒なんですけどね、でやってで僕趣味で筋トレやってますっていうのは必ず入れるんですけど、まあ、そのジムに通ってたけど、まあ、子育て優先したいからジムには通わずに家で、まあ、筋トレやってるんですっていう話をした時に、まあ、家でちょっと可変式ダンベルを使って毎日シコシコと頑張ってますって言ったら、そのシコシコっていうのが別に深い意味はなくて、単純にその粛々ととかさ、まあ、粛々とって言えよかったんだけど、粛々とでしょってめっちゃ突っ込まれたからね。粛々とでかつまあ淡々とやってますみたいな、こうそういう軽い意味で言ったら、なんか皆さんね、そっちの方で考え始めて、あれブルーホース筋トレと称して鍛えてるところがっていう、鍛えてるところがなんかその筋肉じゃないところ鍛えてんじゃないかというね。あちょっと待って、あちゃんと揺れてるこいつ、ペンダントが。あれでもおっぱいも揺れてんな、やっぱシコシコしてるかもしんない俺。そうっていうところだったんで、なんかすごい爆笑が起こってたっていうね。まあ基本チームスとかで繋いでだったんで、現場にいない人たちとかもいたんですけど、なんかすげえなんか爆笑が起こってたらしいです。みんなエロいね、血気盛んだよほんと。いやいいんだけどさ、いいんだけどさ、まあそんなところっすね。あとは今の会社やばいよね。まあ皆さんもいろんなさこう仕事とかさされてたりとかするとね、一つや二つやばいこととかもあるかもしれないけどさ、うちの会社はまあまあこの間もなんかやばいみたいな話をしたことがあるかもしれないけど、本当にリアルにやばくて、上司僕の直属の上司がそのまた上司をねおしぼりでしばき倒すっていうシーンがあったりとかね。なんか事務所でまあ二次会をやってた人たちのこう写真とかを見せてもらったら、上司と上司が肩を組んで床で寝そべっている姿とかね。そんなの普通はありえないからね、という、まあそんな雑談をしつつね、皆さんもその会社でこんなありえないエピソードがありましたみたいなことがあったら、ぜひねコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいです。はい、ということでレオンの一本背負いが決まったところで、ワンコーを探して鍵をガッチャンコ開けなきゃいけないんだけど、こいつはハンドガンの弾たっぷり余ってるかな。準備券1体倒すの15発も使ってる。あれちょっと待って、ちょ、キック、バックいった、あ今俺のこと打てなかった。ゾンビよりゾンビ犬の方が硬いんだけど。すごいね、よし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 。んであ、ううあれあれちょっと待って、
ふみタイム。ふみふみタイム。オッケー。んでからに、どこ行ったらいいか。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。いた、いな。おう、危ねえ。よし。ふい。あれ意外と、ああ、ほい。大丈夫？大丈夫？オッケー、ワンちゃん。グッナイトタイム。んで、あれちょ、本当にどこだ？結構戻らされるんだね、これね。すごい見てるけど、もういいや。あれ、あいつか？違うな。こいつじゃない。でも、やっぱね、ゾンビ犬って、嫌だよね。やらしいよね、ほんとね。うるっ！こいつだ。ほら、バイオ2に出てくるゾンビ犬も倒しづらいしさ、めちゃくちゃ速いし。ねえ、バイオ4にとか RE4 にも出てきた。あら、うん、バイオ4は RE4 にも出てきた。ワンちゃんとかもあいつら速いしさ、うん。体力はそんなないんだけど、バイオ6に関してはめちゃめちゃ体力も高いし、当たりどころ悪かったら、ハンドガンのマガジン一発全部使うもんね。一発？一本？うん。使いちゃうもんね。いやー、本当にさあ、もうあとはもう無視してさっさとシコシコ入っていきましょうか。だからシコシコ使っちゃダメなんだよ、ね、別に。だから深い意味はないんだけど、やっぱり男としてどうしてもシコシコっていう言葉が出てくるっていうのは仕方ないのかなと思ったりするんだけど、それでもやっぱりシコシコっていう言葉がやっぱ語呂もいいっていうこともあって、あとまあシコシコってよくやって、何もないということで、鍵を開けましょう。Let's open sesame. Elena.Okay, we're in. 雨に滴る、雨も滴る、雨に滴る。濡れ濡れ女子、キャー、襲われる。積極的男子やな、こいつ。Leon, are you all right? で、うら、うら、well, あれ、nothing broken anyway. うら、やべ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 。Kind of doubt you don't want to get back for me. You never know. See. Meet me at the cathedral. 教会で落ち合いましょう。てか、落ちたところがたまたま教会だったってなればさ、あれ、あれ。スキルポイントが勝手に落ちてる。ごちそうさまです。すいません、ごちそうさまです。あ、いやマジか、めんどくせえなこの野郎。うる。あ、じゃあ別に、多分2、3発無駄に打った。あ、来てる来てる。いい。あ、なんか 足が強化され、あ、足は強化されてるけど上半身は弱かった説。来てない。あ、いないんかい。で、これはエイヤちゃまが入るところちゃますね。Another lock door. 開かないか。しょうがない。で、すげえ、あ、すげえ気になるんだよな。なんかレオンの目線っていうのが。まあ、レオンが目線向けてくれてるおかげで助かるんだよね。うん。よし、オッケーですね。そろそろ出会いをしたいところなんだけど、あー、もう袋貯めてるわ、死んでるわ。あ、ここ3体もいたんだ。1体くらい倒してくれよっていう話だよね。ドゥン、オッケー、ドゥン、オッケー、のどちんこプルプルタイム。あ、ちょ、ゾンちゃんがいる。あ、こいつは今誰が倒した？俺やってないよね。あれ、なんかまた落ち合うことができたなみたいな会話なかったっけ？あれ、うん、ないみたい。ないみたい。あ、今更かい。どんだけ時間かかってんの？こんな近くに教会あるんだったら、あのバスどこに向かってたのって話だよね。ほんとどこ向かったんだ。ちょっと待ってね、今ね、これから激しい戦いが始まるから、ちょっとボタンコマンドのちょっと整理を今更ながらしております。はい。うん、よし、アイテム拾っ
で、中にいましょうかね。オッケーオッケー。んーでからにキック。じゃあオープンセサミ。さあ今からいろいろとちょっと激しい戦いが繰り広げられるっていうところなんですけど、どうですかね。よしよしよし、オッケー。じゃあ一本背合い、一本、オッケー、金メダル。あちゃ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 、はい、クレイジー、奴らも言っちゃうんだよ。うん、大丈夫、なんとかなる。その後の会話が聞こえてこないってことは、何かが内部で起こってるんですよね。あっちあっち行って、超噛まれてる。んー、甘い。こんな時にカーネガー、Here comes company。 ね、だから何体か倒したらか、もしくは持久戦で何分間か逃げ切ったら中に入ることができるようになるっていう、そういうシステムなんだろうね。なんかレオンってそういうの好きだよ、籠城戦とかさ、村の中央とかさ。ふい、一本強い、オッケー。ちょ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 、あーいるし、やつがいる。あーおいって近づいてくるのか、早いな。飛びます。全然俺を構ってくんない、ゴロラ。ちょっと仲良くしようよ。よし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 、ふみふみタイム。まだかな、まだかな。あ、援護射撃はいらないかな。窓の開け方も知らねえのかよ。ふん、一撃。オッケー。おら、燃える。あ、おめえも食らねえのかよ。え、燃えて、え、誰に焼きつこうとしたの。あ、燃えすぎてなんかもうちょっと思考回路バグったみたいな。あれ、そ、あ、まだだね、まだだね。あれ、まだ入れないね。え、ちょ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 、あ、なんか大手記ホールされてる。うる、あれ、あ、無駄になんか俺もダメージ食らってる気がする。ふん、で、うん、甘いわ、ぐるん。他のゾンビも一緒に巻き込んで欲しかったけど無理だったんだ。ほら、ギャーリャー。あれ、ちょっと待って、なんかいそう。とりあえず意味もなく燃やして。ふるやー。やっとオープンウィンドウ、ちょっとオープンザドア。じゃあもう中入る。でももうちょっとだけ相手した方がいい。弾の関係もあるか。あ、いたいたいた、やっつい、くさい。また大至急ホールドされてる。どんだけセクハラされるの好きなんだこいつ。んで、ちょ組みよう。んー、ドゥンドゥン、オッケー、体力つき、入りたいけどさ、お前らさ、やつらもついてきちまってるんだよっていう話をしてるくせにさ、今はいいのかよ。どういう基準だよ。ああ、もうめんどくさくなってきた。ふっ、いい、マネキンタイム、ドッキドッキ。ちょっと待って、いらん、くさ。うる、え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 、嫌な予感する、痛いそうだよね、そうなるよね。もういいや、ちょっと待って。でもこいつらは、あれ、ちょっと、あれ、なんかもう全然カウンターのあれが出てこない。めんどくさいな。分かってるって、シャーだ、分かってる。はい、おいで。もうとんでもないやつが来てるけど、もう このゾンビの迫り方だったとしたら、次のムービーシーンはもう正しいよ、うん、次のムービーシーン正しいよ。こうなるもん、つら。ゾンビの処理変わってるけど、これでよくレオンもあのなんか死ななかったよな。耳小松は小松もうダメだ、もう本当にもう胸が痛い、本当に胸が苦しい。
はい、まあ、そんなことをしつつね、まあ、一旦時間がいいところまで来たんで、チャプター2ここのあたりで一旦締めくくりたいと思います。ということでね、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタン応援よろしくお願いします。あのそれをしていただくのが今 の胸の苦しみをちょっとでも揺らが揺ら、もうそういうことなんです。はい、あのマシになるかなっていう皆さんからの、お越しになるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。バイナラ。